12時半かな、12時でいいかな、12時に、パフォーマンス審査をしていただくんですが、そちらのパフォーマンス審査は、今までとちょっと趣向を違いまして、コント対決とさせていただきます。僕たちは音楽でオリコン1位を目指すとともに M1 グランプリを目指している事務所です。なので2人1組になっていただき、コントを披露していただこうと思います。これキングオブコントか、コントとか言ってんだったら。そうですね、まあどっちでもいいよ。というわけですね、メンバーを発表させていただきたいと思います。まずですね、チームユイナエンパイア、はい、メインディッシュアカネ、はい、月のウサギ、はい、コーラ、はい、ジャスティスは禁止です。はい、暇に命じております。ココパーティンココ、はい、もしもしちゃん、はい、ミユキエンジェル、はい、テアサイリク、はい、ちゃんとモンキー、はい、イギー、リンリン、はい、アイナスター、はい、寺島優香、バーユ、はい、ユーキエンパイアは残った、救済された子と組んでください、はい、面白くなければワックじゃない。と渡辺は思っています。ここの審査は大切な大切な審査となっております。コロナを吹き飛ばすような笑いあり涙ありのコントを目指し、ニコニコ生放送を見ている国民の皆様を感動とエンターテインメントと笑いの渦に巻き込んでいき、マスクの必要ない世界を目指します。そして僕は見てないんですけど、うちの社員がよりすぐりの小道具を用意させていただきました。どこにあるんですか？あれ、これじゃないですか？まだあります。ああ、すごい、なんかさ。早いもん勝ちです。あ、皆さん、大丈夫ですか？早いもん勝ちですよ。何かしら、なんかバーゲンセールみたいな。何でもいいよ、何でもいい。あ、これ？あ、これいいよ、これ。これちょうだい。やばい。お願い。はい、じゃあ次にお願いください。全然楽しいし。何色がいいですか？なんかでかいの撮ったね。見てさあ、ココパーで白くあげていいですか？優しいから。あげた。ありがとう。クレスもらった。これ使うわ。じゃあ何にしようかな。宇宙いいよ、選んで。いいしよ、選んで。じゃあこっちで。こっちで。なんでもいいよ。ありがとう。いいじゃん。靴とか。靴に凝ったはいいけど。
スケッチブック。確かに。何これ？これも余ってるよ。余ってるよ。何これ？残骸みたいな。残骸みたいな。嫌です。あげるなんてことしません。いや電池あった方がいいですね。電池はいっぱいあった方がいいです。電池出ちゃうかもしれないですよ。全身体操。そう。白と黒で。ちょっと小さいな。やった。あ、これ針金も。ありがとうございます。これも使います。全然使わなかったら怒ろうな。いや怒りますよ。誰が何持ったか大体見たんで。はい、じゃあそれではですね、明日の、コントについては、この後も、喋ってもいいですし、練習してもいいですし、そこは、10時以降も動ける方は、お任せします。で、10時までは一旦トイレとか行っても大丈夫ですけど、ここにいていただいて、10時までに、出なければいけない人は、戻っていただいて、それ以降も、ここは自由に使っていただいていいので、12時の消灯まで、活動は続けても大丈夫です。それでは今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちなみにイチャヤマとイチャヤマとドーマイも出るんだよね。出るはずです。いないですけど今ここ2人ともちょっとイチャヤマ2人が買い物行っちゃいました。あ、じゃあ買い物行っちゃうってことはもう意見聞けないかもしれない。じゃあイチャヤマとドーマイも披露していただくことにしましょう。で、一応あんまり長くなっても面白くないので3分3分以内でも、なんかこう一発芸みたいなのなしで、ちゃんと作り込んでください。これコントで脱落あるからね。はい、面白くなかったら。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ自由時間ですが、10時まではここにいてください。はい、はい。何撮ったの？これいい、これいい。私さ、なんかよくわからんくなってさ、なんで落ちちゃってるんだよね。ほうき撮っちゃった。電池だけ撮ってきました。これは可愛いから撮ったかな。これは意味がわからん。ポテンシャルが分かる。これを撮ったんですか？ちょっといっぱいだったから。何も共通点フリップ芸できるかなと。それで使えてやりましょう。これいいんですか？優しい。あ、そっか、あるけど細い。あ、でも借りれる、借りれる。たくさん。あ、そうか、何しよう。僕は本当にでもちゃんと考えないと。一発芸だけど。あ、2人だよね。全然マルノさんめっちゃ好きなの。なんか、
めっちゃ練習するやつっていうやつで。めっちゃ練習するやつ。何それ、内容何どんなのか。なんかすごいダサい、うん、コントの練習を、うん、2人がしてて、うん、最後もずっとその練習してるんですけど、最後片方がめっちゃキレッキレで、うん、キモくて面白い。いいな、これいいな。これが良かったな。これはいい。でもこれも作り込まないといけない。あ、そうですね。なんかパンツ持ってるからなんかダメなことしてる気持ち。大丈夫、ギリアウトじゃないですか。大丈夫ですか。パンツなです。コーラちゃんに直感でなんか届かないって言ったらこれ撮ってきました。こっち見てたんじゃないです、あの裏面で白と赤が見えたからふって撮ったらパンツでした。まあでもこれはいいよ、使えます、うん。いや、つまんない人間だからこそやっぱ殻を破るいい機会なわけ。やばいな、でも結構ちゃんと作んない、本当にちゃんと考える、うん、ちゃんと考える。2人でチームかな。 あれだよ、ちゃんと2人で頑張んないとお互いの足を引っ張り合ってしまうから、全力で。もうマジうち許さないから、全力出さなかったら。ダンスの時めちゃめちゃ優しく言ってたけど、笑いだけは絶対に許さないから妥協しないよ。頑張るで。大丈夫だよ、意外にやったら気持ちいいかも。じゃあ自己紹介を絶対して。あ、自己紹介してますか。自己紹介してます。自己紹介してかな、どうしようかな。何かいい案がありませんか。なんかワクチンの時に一発芸、はい、結構も使っちゃった。いや、いいね、いいよ。その使っちゃったらってね、ことない。月ぐらい、しかも人のネタをあんだけこすり倒してたら、それは言われるよ。聞こえてるし、こすりたくてこすってるわけではない。覚えてる。本当に。そうね、だけど、あれは、オリジナルだから。いいの、あれはこするとかじゃなくて、もうあなたのものだし、やるのよ、はい、やるも、それも教えるよ、ちゃんと。それにちなみに、もしもしちゃんバージョンと私バージョンもあるから、ちゃんと私もやるから。あるんですか。はい、あります。ちゃんと用意、あの考えてきました、自分の自己紹介も。中身ですね、問題は中身です。マジか、どうしようかな。面白いからな、結構私。でも家から私全身タイツ持ってきてて。これと別に。別に。なんかそっち使ったの。ピンクライトです。どうしよう。やばい。乗んないじゃん。優しくしちゃった。痛いよな、結構痛いよな。こういう時間だった。今日は近くの
ちょっと考えて寝て、あ、くれました。顔がいいだよ、表情。うん、全然ないじゃん。え、負けばなるよこれ。あーそうだ、なんか、そう、なるほどな。私もね、スバディのお兄さんが言って最初に話をなんか聞いて、なんかフラグみたいなやつ後から頑張ってみようとするけど見えない。あー、そうか、宇宙さん、あ、ここでいいね。やばすぎて、これいらん。これいらん、これいらん。これ絶対バイオちゃんにあげた方がいいわ。え、でもちょっとなんかギリギリまで持つ。あ、ギリギリまで持つじゃん。あ、やっぱダメ。これも使うかどうかもわからない。とりあえず取ったけど、これとかは確かに、なんかこうなんかこういうネタしか使わない。いや、わかる、そうなんだよね。なんとかって言って、ピン芸人さんがなんとか。何時間も使って、明日とかも4時間5時間ぐらいかね、使ってあのコントやるんだから、さすがに面白くないと本当に怒るからね、無駄な時間じゃん、だって大事だけど、ちょっと真剣にやってくれないと本当困るから。分かってる、はい、本当、はい、絶対面白い、はい、面白いの考えますね、ネタ、ネタ、うん、言ったな、はい、うん、あでもギターゲットしたの、ギター今チューニングしました今チューニングして音が出るように、そう、チューニングしてもらってます。チューニングできてるか分かってるでも乗ってる、本当にさっきより、はい、ちょっとみゆきとかね、お笑い番組から出てきてんだから、そうです ね、お笑い番組から出てきてるわけだから、アドバイザーも今芸人だし、はい、ね、芸人の申し子みたいなとこあるんだねはい、頑張ります、はい、はい、どうしよう、おつや、おつやみたいな、まあ、リンリンなんてね、もうなんかビッシュといえばなんかどっちかというとライブよりコントみたいなとこあるもんね。なんか代々木コントなかったから寂しかったっていう声が多数だった、ちょっと反省しておりますね、はい、月のは大丈夫だね、やっぱりね、前年度あんだけのインパクトを残しておいてね、やっぱり今回もそのインパクトのままやっていくみたいなところあるもんね、今度はパクリじゃなくてね、オリジナル、オリジナルでね、コーラいいとこ入ったよ本当に、はい、えコーラいいとこ入ったと思うよ本当に、すごいめっちゃ期待されてるから、多分間違いなくもうめっちゃ期待されて、やめてくださいよ、やめてくださいよ、めっちゃ期待されて、間違いなく視聴率高いの次のとこだから、ラッキーだよマジで、絶対もうだって絶対面白いのね、やってくれるわけじゃん、やめてください、新しさん、やめてください、え、頑張ります、頑張ります、ね、でしかもね、隣のほら寺島優香とか大阪出身なわけだから違います、
え、違うの？え、大阪出身だよね。違います。じゃあ嘘。なんか俺ギャンパレの大阪ヤオンかなんかでなんか違う。え嘘です。どっちが、え、大阪ヤオンの MC とか、うん、そっちが嘘。そっちが嘘だったの、はい、マジかよ。故郷捨てたの。ちなみに大阪出身の人いいの？いい。あ、大阪、はい、あ、じゃあよかったじゃん。はい、任せて大丈夫だよ。え、責任じゃねえよ。ごめん。まあ、これでね、脱落が決まるかもしれないですから、死ぬ気でね、考えていただいて。でも結構隠れみんなね、お笑い好きとか結構多いじゃん。あれ、みゆきすごい好きだったよね、お笑い。はい、好きです。やばい、時間がやばいんだよ。はい、じゃあ10時までの人は退出しましょう。